七夕神社の拝殿七夕神社は、福岡県小郡市の神社。旧豪舎正式名称は、姫舎神社。創建時期は不明。天平期730年代の成立と言われる、非善国風土記に、小郡の大崎の土地に、七夕の神様が祀られるようになった経緯が、昔話として載っている。非善国風土紀木国姫舎の里の郊に、 姫舎の里この里の中に川がある。名を山道川という。その源は、軍の北の山から出て、南に流れて、大井の大川と出会っている。昔、この川の西に荒ぶる神がいて、道行く人の多くが殺害され、死ぬ者が半分、死を免れる者が半分という具合であった。そこでこの神がどうしてたたるのかその訳を占って、尋ねると、 そのと占いの示すところでは、筑前の国村方の軍の人、風井にしえに、我が者を祀らせよ。もしこの願いが叶えられればたたらないと、お告げがありました。村方の風井にしえが旗を捧げて、私に祀って欲しいならこの旗よ順風に飛んで祈る、神のあたりに落ちをとき通し、旗を飛ばして占ってみると五元の軍の姫者の森に、 落ち、また帰り飛んで参道川のあたりに落ちました。その世に、夢に、旗織り道具が回りながら出てきて、風いにしを抑え、そこでたたる神様が、女神様であることがわかり、神社を建てて祀った、とあります。近年、日本各地の七夕のイベントで掲げた短冊が、送られていて、七夕のご祈願や短冊を神前に備え焚き上げている。川の対岸には、 菅原道真公と剣牛神の天、忍文ミノル寺村を祀る、お伊松神社がある。ありがとうございます。